しよって。これで両側水が流れた。見て、扉。あ、行ってみる？もうすぐわかる。光が反対側のあの像を照らしてる。まだってこと？ホイサラ人はかなり本気で守ってたみたいね。行こう。これは何なの？あいつが持ってるプリズムだ。合ってたね。そうでしょ。何が？あんた言ったろ、像とか斧があった場所でさ、3つずつだって。矛の先端も3つに分かれる光も。幸先悪そう。待って、考えがある。何？ひらめいた。待って、駅？うん。ほら、ほんと最高の銅像ね。早く行って、重いんだよ。はい。
感じ。ええ、気をつけて。もろくなってそうだよ。了解。よし、はあ、反対側が先ね。鏡置いていいってこと？許してあげる。うん、光は当たってるけど何も起こらない。上、ゾーンの位置が間違ってる。ああ、そうか。ナディン、お願い。もうやってる。わかった。またゾウになってて。Thank you.
まくいった。もう下ろしていいの？ちょっと待って。なんだ、ここからじゃ見えない。いいからじっとしてて。あの水、清めの儀式。ねえ、でも。あ、もう下ろしていいわよ。くそ、見つかった。行くよ。嘘。ちょっと待って。ほら、登って。多分ね、行って。そこ、ほら、あの扉から行こう。おやおや、ずいぶん派手に落ちたな。心配したぞ。来い、感動の再会だ。説得したが、口を割ろうとしなくてね。ああ、サム。ひどい。よう、遅かったな。サム。平気だって。女みたいなパンチだし。それ本当？私が本物の女のパンチ食らわせてやろうか。なんでこいつがここにいんだ。助っ人呼べって言ったから。そうだけど。それにしても、貴様らにはしてやられたよ。私から円盤を盗み、専門家を使って無駄足を踏ませるとはな。まあ言ったよ。インド人を親に持つだけあるな。ありがとう。
さて、フィナーレと行くか。自分で歩けるって。ナディーン・ロスね。黙ってて。おい、ご挨拶だな。黙ってて。あんた臭いね。これは失礼。ここのとこシャワーと石鹸とはご無沙汰なんでね。たく。よりにもよってこいつを連れてくるとはな。何度も命を救ってくれた。忘れたのか？こいつは姉さんと俺を何度も何度も殺そうとしたんだぜ。あんたたちだって彼女を殺そうとしたでしょ？でもよ、問題そこじゃねえだろ。絶対背中向けた瞬間、一思いにグザーだぜ。全部聞こえてるよ。ああそう。彼女は平気よ。ああそう。もういい。苦労してきたってのに手ぶらで帰らなきゃならねえこの気持ち、わかるか？あんただったらよくわかるよな。ねえ、ちょっと。ご丁寧にどうも。ちょっといい加減にしたら？手加減はしたよ。放課後校庭に来い。ああ早くしろ。王からの最後の試練ってとこか。私たちは必要なさそうだし、それじゃあ、まあ、そろそろ。まあまあ、待て。昔話をしよう。かつて、シヴァがパラシュラーマに斧を授け、その斧がガネーシャを襲い、シヴァの息子であり、偉大な神であるガネーシャはひざまずき。戦いの犠牲者となった。やめな。マジで黒へ殺されるだけだって。その通りだが、断れば仲間が死ぬ。苦しみもだえながらな。わかった。黒へやめろ。バカな真似はするな。シヴァとパラシュラーマ。何もなさそう。時間稼ぎのつもりか？クロエ、こいつの思い通りにさせるな。黙れ。私を試しているのか？
ちてくるよ。黙れ。カネーシャン、随分な障害用意してくれたじゃない。何してる？いいから見てて。降伏した。大丈夫？ええ、びっくりしたけど。マジかよ、さすがネイトの元カノ。あ、どういうことだ？俺の弟。あなたのお勉強が足りなかったのよ。ガネーシャは自ら斧に撃たれたの、あえて。理解できんな。そりゃ自己中には分かんないわよね。つまりガネーシャはパラシュラーマに勝てたのよ、楽勝でね。でも勝てば、シヴァの手によって作られた斧は弱いってことになる。己を犠牲にして父の名誉を守った。ねえ聞いた？ナディーンですらちゃんと理解してるのよ。実に美しい。今度はだんまりか？その気はあんたにぶっ刺してやりたい。貴様らをこの手で殺してやりたいが、この場を怪我して神の怒りに触れるわけにはいかないからな。じゃああいつら何してんだ？まさか部屋を沈める気？お別れだな。ねえちょっと、そこまでする必要ある？破壊を恐れることはない。浄化され生まれ変わる。人思いに撃ち殺したらだな。溺れながらこれまでの自分の決断を思い返してみることだな。そうすれば来世はマシな人生になる。カツくん。おい、マジかよ。俺やり残してること死ぬほどあるんだけど。私もだよ。あんたをもう一回ぶちのめしたかったのに。っていうか、そもそもなんでお前と一緒に溺れ死ななきゃなんねんだよ。ちょっと、いい加減にしてくれない？考え事してんだから。ねえ、どうしたの？私って準備いいのよね。やるな。
じ。全然無理だけど。便秘。タバコやめよ。伏せて。見られて。一兵器。あいつヘリなんてどこから。取引相手から。どういう意味。小耳に挟んだんだけどよ。古い列車の車庫で武器の取引するって。牙を売る気だ。文化守りたいんじゃなかったの。なあ、ちょっといいか。まあそのさっきはどうもな。プロの敬意変だろ。だな。仲直り。いいや。だよな。急げば取引を邪魔できるんじゃない。はっ、あれ乗ってこ。気に入った。あそこ、列車の線路が。止めるわよ。慎重に行った方が良さそうだね。アサーブの手下だらけだ。おいおいおい、それじゃ牙取られちまうぞ。一緒に来なくたっていい。俺はただ急がないと。もう分かったから。喧嘩やめて歩く。ずっとアサーブと一緒にいたってのに買い手の情報ゼロ。